バロック建築、バロック建築、バロックアーキテクチャーは1590年頃から盛んになった建築様式。建築そのものだけではなく、彫刻や絵画を含めた様々な芸術活動によって空間を構成し、複雑さや多様性を示すことを特徴とする。特に内部空間の複雑な構成は他の建築様式とは際立った特色となっている。バロックの語源はポルトガル語のバラコ、歪んだ真珠と言われ、もともとは一部に見られるグロテスクなまでに装飾過剰で、大行な建築に対する別称であったが、後に広く 17〜18 世紀の美術、建築に見られる傾向を指す、様式概念として用いられるようになった。バロック建築は、彫刻や絵画、家具などの諸芸術が一体となった、総合芸術となっていることを特徴とする。現代的な視点では、彫刻や家具といったものは建築とはあまり関わりなく存在しているが、バロック建築において、これらは建築とは不可分の要素であった。このような芸術活動には、莫大な知識の集積と多くの芸術家を抱えられるだけの資本が必要であったが、これを支えたのが世俗化された、教会権力と絶対王政であった。バロック建築は、宗教改革によって低下したカトリック教会の政治的権威を芸術活動によって補おうとしたシクストゥス5世やパウルス5世などの活動により、16世紀末から17世紀初期にかけてローマで始まった。やがて、イタリアでのバロック建築は衰退するが、絶対王政を敷く大国フランス王国に継承され、大洋王ルイ14世の下で絶頂期を迎えた。バロック建築は、さらに当時の強国であったオーストリア大公国、プロイセン王国、スウェーデン王国、ロシア帝国などにも波及し、ボヘミアでは独特なバロック建築を生み出す。しかし、他に比べ王権力が弱いイギリスなどでは、フランスやオーストリアのようなバロック建築はあまり取り入れられなかった。他方、スペイン帝国やポルトガル王国によって、ラテンアメリカやフィリピンにも、キリスト教家の推進に伴いバロック建築の教会が多数造営された、ウルトラバロック参照。また、キリスト教国ではないオスマン帝国においても、18世紀から19世紀に、かけての西洋化改革に伴い、領内に多数のバロック建築が生み出された。バロック建築は、彫刻や調度品が建築の一部を形成するため装飾に対する指向性が見られ、後期にはサロン文化の隆盛に伴って、室内装飾に重点が置かれるロココと呼ばれる傾向を示すようになる。しかし、18世紀になると、ロココの繊細で洒落たデザインは軽薄で軟弱なものと批判されるようになり、フランスでは新古典主義建築の勃興とともに衰えた。19世紀の様式氾濫期になると、バロック建築が国家建築を飾るのにふさわしい様式として、再び復興したネオバロックが近代建築運動の隆盛によって収束した。バロック建築の着想は一般に、ミケランジェロの設計したサンピエトロ大聖堂の荘厳性や崇高性の中に初めて現れると考えられているが、そのデザインは他ならぬ彼自身のマニエリスム的な厳格さの中に埋没し、それ以上の展開を見せることはなかった。1520年代のミケランジェロやラファエロ・サンティラの芸術活動の中にバロックへの萌芽が見られることはしばしば指摘されている。17世紀に入ると、武力をも辞さなかった大公改革の宗教的厳格さは、退潮し、異端審問などは、ローマではほとんど行われなくなった。政治的な重要性が低下するにつれて、芸術によって、信者をつなぎ止めるため、ローマ教皇や、枢機卿は壮大な教会や宮殿を建設することに、熱心なパトロンとなった。バロック建築は1590年代のローマに、始まり、こうした風潮が世間を支配するようになる1630年から1670年にかけて開花していった。カルロ・マデルノは1606年にサンピエトロ大聖堂の振動部分とファサードを設計し、1626年にそれを完成するまで同聖堂の主任建築家として、そしてローマの主導的な建築家として活躍した。彼は最初の本格的なバロック建築としてパラッツォ・マッティを設計1598年したが、バロック建築史の中で最も重要なのは彼が最晩年に設計したパラッツォ・バルベリーニである。北イタリアの別荘に着想を得たプランを持つ、この宮殿は平野のつながりも楕円の第二階段もパラーディオの概念に基づくものだが、中庭を持たない H 型の平面はそれまでには全く見られない新しい異常であり、後期バロック建築の宮殿建築の発展において重要な意味を持っている。この建築にはローマバロック建築を代表する二人の芸術家、ジャン・ロレンツォ・ベルニーニとフランチェス・ボロミーニが参加しており、正面ファサードは主にベルニーニが、細部装飾についてはボロミーニが携わった。ジャン・ロレンツォ・ベルニーニは、マデルの亡き後、ローマの彫刻と建築の第一人者となった。彼はミケランジェロと同じ彫刻家として出発し、絵画を残し、最も重要な建築を設計し、そしてミケランジェロと並ぶほど重要な芸術家とされる。しかし、両者の芸術的アプローチは全く異なる。ベルニーニは、初期の作品では、マルティーノ論議と同じく表現の選択肢を増やし、これを複雑に組み合わせることによって強い印象を与えるようなデザインを用いた。サンピエトロ大聖堂内部の天蓋付き祭壇、1624年設計はこの典型で、ねじれ円柱や相互に噛み合う破風などのダイナミックな構成は、大聖堂内部の広大な空間の中で、ペテロの墓所を示す高価な焦点となっている。しかし、これの形態は、ミケランジロをはじめとする、マニエリスム芸術家の好みには全く合わないと思われる。やがて彼は、建築の空間そのものを意識的に構成するようになる。サンピエトロ大聖堂のレッタ広場、正面前の台形の広場、オブリクア広場、楕円形の広場、そして、それを取り囲む、列中楼にもそれは見られるが、より重要な作品は、バチカン宮殿のスカラレジアである。そこでは、敷地の歪さを逆に利用し、両壁を修練することによって、空間の奥行きを強制している。フランチェスコ・ボロミーニは、すでに初期の作品において、吸収を無視したバロック建築の独特な空間を生み出した。サン・カル・アッリ・クアトロ・フォンターネ聖堂の内部は、サンピエトロ大聖堂のドームを支える支柱に収まるほどの非常に小さな空間だが、初期バロック建築の最も重要な空間構成を持っていると言われている。彼の構築した空間は、どのような要素がどのように組み合わされているのか、一見しただけではわからない。内部空間と外部空間の複雑な合成は、調査的で、揺れや歪みという言葉によって修飾される。空間を複合、統合して作り上げていく。その造形力は、ベルニーニよりも強烈だが、それゆえに、ベルニーニは、ボロミーニの建築を妄想的であると断じた。さらに、彼は代表作となるサンティーボ・アッラ・サピエンツァ、教会堂の設計に着手し、バロック建築の試行する空間を、最も説得力のある形で表させた。ボロミーニの建築は特殊なものに見えるが、同時に空間を扱う一般解を提示しており、その経験はやがてドイツのバロック建築に引き継がれた。ボロミーニの空間処理方法は、イタリアではその真意をほとんど理解されることのないまま模倣されたが、ガリーノ・ガリーニは、ボロミーニの方法をもとに独創的な空間を作り上げた。ただし、彼の活躍の場は、ローマでなくて、トリノである。また、彼は芸術家であるよりは、修道士、哲学者、そして数学者であった。数学的合理性に基づく空間を複雑に交差させる細部の処理方法は、彼が数学者であることに由来するかもしれないが、それゆえ、彼の建築は直接的な後継者を見なかった。ベルニーニやボロミーニの造形がローマ的で個性的であるのに対し、サン・ロレンツォ聖堂などガリーニによる装飾は、やはり個性的ではあるが、より垢抜けた印象を与える。ローマと北イタリアの初期バロック建築は、ベルニーニ、ボロミーニの後、カルノ・ライナルディ、ピエトロ・ダ・コルトーナによって、さらに独創的で多様な造形を形成するが、彼らの底流には常に領海と長所性に対する好みが流れていた。しかし、17世紀末には、イタリアの造形力は衰退し、後期のバロックは、フランスの影響を受けた古典的なものに移行する。そして、以後、ローマの芸術的地位は一地方並みにまで転落し、イタリアが建築芸術を主導する立場に立つことはなくなるので、ある。最初リシュリュー、ジュール・マザランといった政治家によって経済的な活力を強力なものにしたパリは、すでに17世紀の初期から芸術の中心地としての地位をローマから奪いつつあった。フランスのバロック建築は何よりもまず絶対君主制を具現するような国家建築においてその着想を得ることになった。フランスでのバロックの傾向はサロモン・ド・ブロスが設計したいくつかの建築に現れているが、より重要な仕事をしたのは、フランソワ・マンサールである。彼は、ベルニーニやボロミーニと同世代の人物だが、両者と比べると、オーダーをルネサンス建築の原理そのままに用いるなど、その作風は適度に抑制されている。彼の最も重要な建築は、1645年に起工されたパリのバルドグラース教会堂とブロア城のオルレアン間。ラフィット間である。バルドグラースのバシリカとドームを組み合わせた円外式バシリカは、サンピエトロ大聖堂よりもドームの比重がより強調されたものとなっており、この特色は後期バロックの教会建築の特徴となっていく。ブロアのオルレアン間がパラッツォ・ベルベリーニから着想を得ていることは明らかである。入隅を滑らかに収めるカーブした列柱や内部空間に楕円型を導入する方法もイタリアから着想を得ているが、これらを優雅に、かつ控えめに表現する造形は、むしろロココ的な意匠を想起させる。より古典的なバロック建築を好んだマンサールとは、反対に、ローマバロック特有の意匠を好んだのは、ルイ・ルボーである。彼は、豪放な細部のデザンや凹凸を前面に押し出した形を、コレージュ・デ・キャトル・ナシオンにおいて表現したが、これは、マンサールの抑制されたデザインとは対照的である。彼は実用的な平面を描き、特に邸宅建築にその力量を発揮した。ボール・ヴィコント邸館は、最初ニコラ・フーケが建設したものだが、後に若きルイ14世が彼を失脚させてまではが、ものとした。実際に、これは17世紀フランスの宮殿建築の講師となる建築である。左右に都市粒や、中央にドームを乗せた楕円形の広間など、ローマのベルベリーニ宮に着想を得たプランを採用しているが、庭園とそれを望む広間は後に、ベルサイユ宮殿で試みられる形式の原型であり、以後の宮殿建築に大きな影響を与えた。パリが最も偉大な芸術家として、ベルニーニ及びルーブル宮殿の東ファサードの設計を依頼したのは1664年である。王室建築物総監であったジャン・バティスト・コルベールはベルニーニをパに召喚し、およそ3つのプランの変更を経て、1665年に工事を開始させた。しかし、ローマバロックの意匠はフランス人の好むところではなく、翌年に工事は中断され、1667年にはルボー、クロード・ペローを含む建設委員会が結成され、最終案が合議された。ペローによるところが大きいとされる、このファサードは、ベルニーニ案からのモチーフをいくつか拝借してはいるが、彼のデザインとは全く印象が異なる。その雄大な造形は、フランス古典主義建築の最も完成された姿とされ、その様式はしばしば、ルイ14世様式と評された。バロック芸術の源泉が完全に、パリのものとなる17世紀末期には、フランスに、近代的なアカデミーが創設された。そこでは、絵画、彫刻、建築の教育が行われ、卒業すれば宮廷芸術家として、社会的地位が約束されたが、一方で、建築の形態を決定する手法はアカデミーによって、高度化されることになり、国家機構の中に組み込まれた。ジュール・アルドゥアン・マンサールは、こうしたアカデミー出身の典型的な人物である。ベルサイユ宮殿の王室礼拝堂は内部空間の構成を完全にゴシック建築のものとされたが、1階が臣民の席であるのに対し、2階は国王席で国王の住居と同じレベルで直結しているなど、地位を空間の階層として明確に分離している。彼はまた、ルイ14世にふさわしい記念碑的建築物として、廃兵院にドームでザンバリットを設計した。この平面プランは、ブランテやミケランジェロなどが16世紀に好んだ、典型的な集中式礼拝だが、その内部空間はドームに支配されており、垂直性をかなり強調したものとなっている。このドームは、エッフェル塔ができるまで、パリのランドマークとなった。18世紀初頭になると、神聖ローマ帝国、特にオーストリアでは、後期バロック建築が最盛期を迎え、後期バロックロココ建築が下火になったフランスに代わって、これを牽引する働きを担った。1683年にオスマン帝国を退けたハプスブルク家は、フランスのルイ14世様式に匹敵しうる国家建築の構築を目指しており、その中心にあって指導的な役割を果たしたのが、ヨハン・フィッシャー・フン・エルラッハであった。彼は、様々な歴史的、世界的建築物とローマ建築特有の記念性を総合して国家様式を具現しようと試みた。彼の主要な空間構成は楕円である。彼の傑作の一つであるウィーンのカールスキルヘや王立図書館は中心にこの楕円形平面を置き、これに様々な歴史建築物を引用することによって独創的な地区を創造した。ことに王立図書館はゴットフリート・ライプニッツも関心を寄せている。このように彼の建築的アプローチはフランスのそれとは全く異なり、むしろベルニーニやボロミーニの手法を想起させる。これはオーストリアのベルサイユと呼ばれるシェーンブルングの景観において明確である。ヨハン・ルーカス・フォン・ヒルデブラントのシュバルツェンベルク宮殿とシュタルヘムベルク・シェーンブルク宮殿の意匠も同様にローマの初期バロック建築の影響が強い。しかし、彼はベルベレーレ宮殿において、イタリア的でもフランス的でもない、様々な工夫を凝らしており、オーストリアの後期バロック建築の到達点であると言える。彼らの衣装、特に都市型宮殿の構成は、ボヘミアに広がり、プラハはその最も活動的な拠点となった。オーストリア以外の地域では、フランスやイタリアの影響も受け、また分割された政治機構のためにより複雑な様相を呈している。バーバリアンバロックとも呼ばれるドイツ語圏のバロックはしばしば装飾型であることで知られている。内部空間は柱の垂直線以外はすべて曲線、曲面で構成されていることが多いが、これはオーストリア西部でウォールピラー方式と呼ばれる構造方法が採用されたことによる。ゴシック建築に見られるように、構造体としての控え壁は、建物の外側に配置されるのが一般的だが、ウォールピラー方式は、建物内部に控え壁を突出させることによって、複雑な内部空間を形成した。この衣装とグアリーニの衣装を融合したのが、バルタザール・ノイマンやドミニク・ツンマーマンである。彼らの複雑な空間の中に装飾が取り入れられ、中央ヨーロッパのバロック建築は劇的な空間を作り上げていくことになった。ミュンヘンにあるザンクト・ヨハン・ネポムク教会堂を設計したエーギット・クイリン、コスマス・ダミアンのアーザム兄弟は、彼らの手法を取り入れて、絵画、彫刻、建築が一体となった、きらびやかな空間を作り出した。ミュンヘンには、この他に、ドイツに、ロココ建築を導入したフランス人建築家フランソワ・ド・キュビリエの設計した宮廷劇がある。ドイツにはこの他に後期バロック建築の中心地が点在している。ザクセン選帝公、アウグスト教圏王によってマテウス・ダニエル・ペペルマンが建設したツビンガー宮殿のあるドレスデン、バルタザール・ノイマンの設計による司教宮殿があるビルツブルグなどである。イギリスでは、ルネサンス建築が、イニゴ・ジョーンズによってもたらされ、続くクリストファーレンによる一連の建築活動によって、古典主義建築が根ざすことになる。建築の多様性は、どの国の後期バロックをも特徴的づける資質ではあるが、イギリスのバロック建築ほどその様式の記述に苦しむものはなく、実際に17世紀後期から18世紀前期に至るイギリスの天主義建築をバロック建築と呼ぶことは様式論としてはあまり受け入れられていない。17世紀のイギリス建築は新教徒革命以前以後ではっきりと区分することができる。革命以前はイニゴ・ジョーンズによる建築活動であるが、これについては北方ルネサンス建築を参照。革命後にイギリス建築界の主導的立場に立ったのはクリストファー・レンである。彼は天文学者、数学者であり、建築的教養はイタリア滞在中にベルニーニにあったに過ぎないが、1666年のロンドン大火によって市街地が破壊されるとすぐにその再建計画を委託された。彼はここで51もの教会堂を建設しているが、そのすべてが彼の手によるものではない。彼が考案した教会堂は、それまでに存在した様々なプランを組み合わせたものではあるが、独創性も見られる。セントポール大聖堂は、当初完全な集中式バロック建築として計画されたが、様々な妥協の末に、平面的にはバシリカ形式となった。しかし、ドーム部分の厳格な古典主義は、それまでのイギリス建築には全く存在しておらず、レンの革新性を物語っている。18世紀のイギリス建築の形態は多元的であるが、その趣は固く冷淡で淡白な印象さえある。豪華さや偉大さを表現したイタリアやフランス、中央ヨーロッパのバロック建築とは対照的である。ジョン・バンブラは18世紀初期のイギリスを代表する建築家である。彼の設計したブレンハイム宮殿は巨大な規模の建築で、母屋と翼屋を備えたパラーディオ風の構成を持っており、バロック建築特有の重量感もある。しかし、各部のデザインは調和性がなく、鈍重で面白みに欠ける。ルネサンス建築、また古典主義建築では、オーダーやアーチを用い、均整の取れた性的、理知的な構成の美しさを特徴とする。バロック建築でも、オーダーやアーチが使われるが、しばしば曲面を用いたり彫刻、絵画を総動員するなどして、感情に訴える、動的、劇的な空間を作り出そうとする。その点で、反古典主義的とも言われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。